この動画では単元録否定構文の32ページの解説を行います。このページはですね、覚えると、ある通り、またちょっとこう、熟語というか、慣用表現として使っているものがたくさんありますので、ブレイクスルーをまた参照しながらね、いきましょう。はい、まずこの48番49番の例文についてはブレイクスルー380ページです。ここに載っていますが、一見ノットがなくて否定ではないように見えるんですが、表現によっては、否定の意味を持つものがありますね。例えば48番です。 He's far from a good doctor、はい、そうすると far というのはこれ皆さんどんな意味ですか？遠いですよね。つまり良い医者からは遠いんです、彼は。つまり良い医者からかけ離れているということは決して何とかではないという否定になるわけですね。つまり決して良い医者ではないと言いたいわけです。このようにノットを使わないんだけれども否定の意味合いを持っている、そんな表現をここの48番49番で学習してます。じゃあ次です。 She would be the last person to do such a thing。 彼女は最後の人なんだと、そんなことをする最後の人。これがどう否定なのかというと、これ要するにイメージとしてはこうランキングリストがあると思ってください。ランキングリストがあってこう1位にパパパパと100位とかってあって、彼女は最後の人なんです。この人そんなことをしそうなランキングがあって、つまり100位ということは一番しなさそうな人ってことですよね。ですからラストによってなんとかしなさそうな人ってことですね。最も何々しそうにない人、このような意味になります。ですから彼女は決してそんなことをするような人ではないだろうというふうに否定の役になるわけですね、はい、このように、否定は使わないんだけれども、否定の働きをする、こんなものがブレイクスルー380ページに載っています。今紹介したもの以外にもたくさんあります、はい、ご覧の通り今チェックした通りですね、 The last person とか、あるいは The last that SV という形でもいいですね。そして Far from 今やりました、何々から離れている、つまり決してなんとかない、はい、そしてその他に Free from、 Free ということは自由ということですから、何々から自由である、つまり何がないということですね。そして Anything butこのバットというのは実はこれ前置詞のバットです。前置詞のバット辞書を調べてくれると何々以外という働きがありますから、何とか以外は何でもある、つまり決して何々ではないという、やはり否定の意味。そして fail to、 fail というのはこれ失敗するですから、何々し損なうとか、はい、そしてもう一個いきましょうか。次のページ、beyond、これはデータベースでやりました。何々を超えている。つまり何とかを超えるということは、そのラインがあって、ボーダーラインがあって、それを超えるということはできないわけですね。はい、否定のキャントの働きができます。はい、などなど、このような表現が、ノットの代わりに使うことによって否定になります。はい、続けて50番、51番を見ましょう。50番です。I never go to the park without thinking of my childhood.前からいくつね、私は公園には決して行きません、 without だから何とかせずに、think of 私の子供のこと、自分の子供時代のことを、考えないで決して公園には行きません。何が言いたいんでしょうか。これ要するにここに否定があって、さらに without で否定があるよね、せずにっていうふうにね、つまりマイナスかけるマイナスということはこれプラスになるわけですね。このように2つの否定が来ることを二重否定と言いますが、マイナスかけるマイナスだから、ね、肯定になるわけです。ですからこの Never Without という表現は、何とかせずには決して何とかしない、言い換えると必ず何とかするというふうな強い肯定になります。ですから私は子供時代のことを考えるということですね、公園に行くと必ず子供時代のことを考えるというふうに、前から訳してくれるといいですね。はい、
まあ、同じような表現として Never fail to という表現もあります。決して何々しないことはない、すなわち必ず何とかする、はい、このような二重否定の表現、これを押さえてください。ブレイクスルーだと375ページですね、ここに載っています。はい、今言った通り2つの、否定ですね、否定の意味が2つ重なると互いに打ち消し合って肯定の意味になる、これを二重否定と言います。はい、まあ、否定かける否定が肯定だよね、これを確認しようね。はい、そして次51番です。We could not help admiring her courage. Admire, 称賛する。Courage, 勇気ですよね。ですから、私たちは助けるなんでしょうかね、この help。っていうと、この実はこの help は、これ辞書で引いてください。避けるという意味があります。ですから、避けられませんでした。彼女の勇気を褒めることを避けられませんでした。はい、そこで、こんな表現。Cannot help ing で、なんとかせずにはいられない。こんな表現です。はい、まあ、これも要するにヘルプというのはしないって考えられるよね。避けるの、避けるという意味は何とかしないってことでしょ。だから何とかせずにはいられない、二重否定の表現になってるわけですね。はい、ヘルプの後ろは ing が来ますから確認してください。その他にもこんな表現があります。 cannot to 助動詞でやりましたね。何とかしてもしすぎることはないとか、まあ、cannot enough、十分に何とかしすぎるということはないとか、こんな表現です。ブレイクスルーだと378ページ、こちらに同じことが載っています。 cannot enough、 あるいは、can't to、 あるいは、can't help ing ですね。はい、最後です。52番。 He did not arrive until the party was almost over。これも前から直訳すると、彼は到着しませんでした。はい、アンティルはなんとかまでずっとですから、パーティーがほとんど終わるまでずっと到着しませんでした。要するに何が言いたいかというと、なんとかして初めてなんとかする。つまり、パーティーがほとんど終わった頃に到着をしたんですね。つまり、この直訳を逆にこう言い換えてくれるといいですね。はい、というように not until が来ると何とかして初めて何々する、このような表現を覚えておくといいでしょう。はい、でこれをですね、強調構文の形で使うことがあります。これです。 It is not until that という形ですね。強調構文というのは It is that という強調したい言葉が来て that、 これで that 以下なのはこうだっていうふうに強調構文で強められましたよね。でこの強調したいところに not until 何々という表現がきます。ですから、何とかして初めてざっと言い方、ね、こんな風な訳になったりします。例文600でもこんなのがありませんでしたか。 It is not until 1984でしたっけ、that apartheid in、South Africa was abolished のがありましたよね。Apartheid was abolished in South Africa ありましたね。何年になって初めてアパルトヘイトが南アフリカで廃止された、そんな表現です。これが379ページの説明になっています。はい、今の強調構文の形を使って It is not until、 ここが強いんです。 Not until を強めたい、そしてざっと以下、ざっと以下なのは何々までしない、言い換えるとこの時になって初めてざっと以下のことをする、こんな訳してくれるといいでしょう。はい、そしてもう一つ、ポイントとしてこれですね。 It is not long before、 はい、なんとかするまでにはそう長くはないだろう、言い換えると間もなくなんとかする、ね、こんな表現が、用いられてます。はい、いろいろと覚える要素がたくさんでしたが、これらを使って右側、問題を解いてみてください。